足のお悩み相談室ウォーキング専門店フラット仙台東口の佐伯でございます。本日はビジネスシューズのお話をしたいと思います。最近はですね、こちらの、しっかりとしたビジネスシューズから、こういったカジュアルのですね、ビジネスシューズを履く方が非常に、増えております。こういった感じですね。なぜかと申しますと、やはりこういったウォーキングシューズの、ビジネスタイプは非常にこう疲れにくいということですね。一つの要因としましては、この段差にあります。この段差がですね、どうしてもかかとから着地した時にローリングするわけですけれども、スムーズにこう行きにくいんですね。それが疲れの原因となっておりますけれども、こちらの方の、ウォーキングシューズのソールを使ったビジネスタイプですと、このかかとからですね、ローリングが、段差がないことによってしやすい。こちらもそうですね。こちらもそういうふうに、なっております。ですからですね、今までのビジネスシューズを履いていて、ちょっと疲れるなとか、ちょっと膝とか腰がとかという方はですね、ぜひ、こういったウォーキングシューズの形というか、デザインにはなってしまいますけれども、履き心地は非常に、歩き心地ですね、非常に良いものとなっておりますので、ぜひですね、一度しばきしてみてはいかがでしょうか。皆様のご来店をお待ちしております。